アレクサンダー・ウィリアム・ガスカースはアメリカ合衆国出身のポップパンクバンドのオールタイムローのボーカリストである。出身地はイギリスのエセックスだが7歳の時にアメリカのメリーランド州に引っ越した。身長182センチメートル。アレックスはまた2015年と2016年のオルタナティブプレスミュージックアワードをバンドメイトのジャック・バラカットと共に主催。 ガスカースには二人の姉妹、ジリアンとヘレンがいて、ガス兄弟がアルコール中毒で12歳の頃に亡くなった。ハーフ兄弟のトムがいる。ガスカースは左手にバラのタトゥーを入れ、コモリュータの曲を書いた。ガスカースは10代の頃にクルーファイターズという名前のカバーバンドで活動していた。その後、彼はジャックバラカットに出会い、彼は オールタイムローを結成して参加するよう説得した。そして、ブリンク182とグリーンデーによる曲のカバーを始めた。その後、ザック・メリックとリアン・ドーソンによって、バンドの編成が完了し、クルー・ファイターズを脱退し、オールタイムローに加入した。2003年にオールタイムローを正式に結成した。2006年デュラニー高校を卒業した。同年に、バンドは、 ホープレスレコードと契約した。10年以上交際していたガールフレンドのリサルオーコと2015年2月に婚約。2016年4月に結婚。2015年のオールタイムローパフォーマンス。ありがとうございます。